What's up, guys? It's your boy Darklight coming to you with another anime episode of Claymores, episode 4. It's the name of it is Claire's Awakening. So we left off. Claire and Rocky has entered a city that forbids the Claymores to come in. It's like a churchy town. Why? And in this church, there's a Yoma, a monster. It's going around killing priests and guards, all kinds of knights. So they have to call for Claymore. Claire and Rocky appears there. Somehow, Claire has been able to cover up her powers. Well, not her powers. She's able to become human for a little bit because she was giving some type of pills to change her eye color from being silver to back to her regular color. So she was able to be human for a little bit through that episode. But she's there to kill a Yoma. And manages to go one-on-one with it. And she gets hurt because of two idiot human beings. And they got on my nerves. But let's three, two, one, go. どうやら相手は異常食欲者のようだ。異常食欲者? お前たちじゃ相手にならん。逃げろ! 邪魔だ! Oh, we gotta protect humans. There's something gonna go. Is it? Well, I say that's a window, so it probably escaped through a window or something. Yeah. おい、どうすんだか、アズ。ほっとけいいじゃねえか。そんな化け物は。命を救われた。借りは返す。たとえ半分ヨーマだろうともな。ねえ、クレアは大丈夫なの?半人半妖の身上、どう手当てしていいかわからないのです。そんな、それじゃクレアは。 信じまうのさ。ヨーマと半人半妖が勝手に殺し合っただけだ。俺らが騒ぐことじゃねえんだよ。てめえ!クレアは!いつだって命を捨てる覚悟で戦ってんだ。俺たち人間のためにこんなに嬉しかったか。クレアは、普通の人間よりよっぽど優しくて心が綺麗なんだ。しらけちまった。 俺は任務に戻るぜ。大丈夫かい?くそ。泣くな。まだ終わったわけじゃない。信じる心は力になる。たとえ、わずかだとしても。ああ、お目覚めでしたか。 すまん。楽しいですね。世話をかけたようだ。いえ、そんなことは。あれから何日経った?はい、2日になります。その間、ラキさんがあなたのそばにいて目を覚ますのをずっと祈り続けていたのですよ。悪いが司祭、頼みがある。は?ヴィンセント司祭、こんな夜更けに何事ですか? ご足労いただき申し訳ないが、しばらくこちらの指示に従ってもらいたい。ヴィンセント司祭、これは一体どういうことなんですか?ヨーマ改めです。ヨーマ改め、まさか我々の中に潜んでいるとでも。
銀色の瞳、銀眼の魔女か。ヴィンセント、この悪魔を導いたのはそなたなのか。こうするしかなかったのです。 And these folks so stupid, they think they can handle this thing on their own without the help of a Claymore。 カムリ司教、ヴィンセント、貴様、大司教にまで妖魔改めを行うというのか。許さんぞ、それだけは許さん。ください。Oh yeah, I can't see the sense of food. That's probably what they're gonna keep doing. 半人半用の癖しやがって。ヴィンセント司祭の命令だ。分かってるよ。よし、いい。ところで本当にやるつもりなのか。あの女の言ってたことだよ。妖魔を見つけたらってやつか。おそらく本気だろう。あの体が感知しているとは思えん。これが一番確実な方法ってわけだ。気に入らねえ。自らの命を犠牲にして俺たち人間の命を救う。あのガキが言ってた通りか。それでいいのかよ。何がだ。この町は俺たちの町だぜ。くそ。よし、いいぞ。は、はい。潰したはずの右目も全員にある。よし、Yeah, I don't have to get right now because she did throw a blade in his eye last time. こんなとこに待たされる。 But where he at? この洗礼の間は苦手なんだよな。なんだってこれがな。 But he should have escaped the... Wait. いいぞ。Because he can become anything?That's pretty much humanly possible. I don't know. But something like that. Is he one of those bodies that's down there, that's in that Baptist area that they were doing this stuff in? When he first got struck, struck. What? 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 What?彼も妖魔ではないだと。どういうことだ。やつは大聖堂にいるはずなんだ。I thought he escaped the whole tower situation. I've seen some windows that were like open. But it would be glass because there's like stained glass. 自分の体を隠せさえすれば何でもいいんだ。男、女、そんな子供であろうと、年老いた老人であろうと。それにしてもまだ終わんないのかな。よお前改め、Rocky Balboa、大丈夫か。クレイム、うわっ。クレア、大丈夫か。怪我は。うん、平気だよ。私が妖魔の動きを止める。お前は入り口へ向かえ。いいな。クレア。しまった。ラッキー。来るな。手助けはいらん。そういうことだ。全部一人で守ろうとしてんじゃねえよ。手負いのてめえに守れんのはせいぜいこのガキ一人だ。この町は俺だ。行くぞ。どうにもならん。
をクレアに。なんだそれは。いいから早く。受け取れ女。Ooh, have a sword. But what's that? Is her sword you? クレーモアの本当の姿なのか。動ける限界を超えて戦ってるんだ。どうした顔色が悪いな。なるほど、自分が優位にいるように見せながら一気に肩をつけたかったということか。長期戦など望むところではないわけだ。失敗だったな。さっきの一撃で本来腕一本でなく、ほら当たった。ぼんやりしてる場合じゃないぞ。おっと、どうだ眺めはいいか、それとも高いところは苦手かな。そんなに慌てるなよ、すぐに下ろしてやるからよ。死ね。大丈夫か女、立てるか。うん、女、これが俺たちの精一杯だ。お前の言う通り、俺たちじゃ相手にすらならん。俺たちの命ならどう使ってくれても構わん。頼む、あいつを倒してくれ。ここでなんとかなると思ったのか。愚かなやつ。He took one shot and he hurt. いけ！No！愚かだよ。何？自ら？抜かったな。左右どちらかに剣を引こうとも、救済には届けんぞ。急所は頭か。That's the. He didn't realize he was able to turn that sword straight and go straight up. Just. Clea, 大丈夫。しっかりして。Clea, 大丈夫。Clea. ダメだ。戻れない。クレア、どうしたの？なんだよ、何の真似だよ。クレア、ダメージを受けた状態で揚力を使いすぎた。自分ではもうこの暴走を止められそうもない。だから人として意識があるうちに自らの命を絶つ。何言ってんだよクレア。クレア、近づくな。ガク、頼む。No。
く頼む。なんだよ、何の真似だ。ラキ悪い、もう戻れないんだ。クレア、私たちは妖力を使い続けることで妖魔に近づいていくであるんだ。やだよ。もう妖魔化していく体を押さえつけているのがやっとなんだ。お別れだラッキー。何の真似だ、死ぬ気か。頼むラッキー、話してくれ、早く。でないと私は人の意識を。もう俺クレアと一緒に旅ができて嬉しかった。愛するものは全て一瞬でなくなっちゃったんだ。だから嬉しかったんだ。クレアと一緒に旅ができることになったとき、何より一緒にいられる人がいることが。クレアは自分のことなんか優しくないなんて言ったけど、俺にとってはどんな他の人たちなんかよりずっと優しかった。だから他のどんな誰でもない、ずっとクレアのそばにいたいんだ。クレアが死ぬんだったら俺も一緒に行くよ。Don't tell me she changed. 容器の暴走が止まった。クレア。妖魔にならなかった。ただそれだけの話だろう。最後に救われたのさ、あの少年にな。So I guess she was able to get her humanity back through not wanting to kill him in the process.Basically like a Joker or Harley Quinn situation. Would you live for me? いろいろ世話になったな、司祭。何を言われます。助けてもらったのは我々の方ですから。それが任務だからな。司教に心よく承知してもらっていますが。え、クレア。一緒に来るか、ラッキー。うん。おい、ガキ。これ持ってけ。女、死ぬんじゃないぞ。行くぞラキ。おいガキ、強くなれよ。クレアを支えてやれるぐらいにお前が強くなってみせろ。It's not even in a sheath or nothing. He just threw him a double-edged sword.Now, if he'd have sliced his own self with his hand. I mean, come on. It's not like in a sheath. It's not covered. Now, he can cut himself. Bruh. Stupid. Well, that was a great anime.Claire almost lost control. She regained it. Now she's a hero. Actually got a chance to see her smile too as a human. Which seems creepy and awkward at the same time. Because she's kept a straight face up to this point. Not trying to throw a smile at anything. She only used a smile to...be like a just to get into town, but other than that, she never really just completely 100% reacted with Rocky like that. But it was a good anime, good fourth episode. Weird, but loved it. So, y'all like the video, y'all know what to do. Hit that thumbs up,
This is a darker Leica. This is a darker Leica, and I will cut to in the next video. Tell me all.